さあそれでは続きやっていきましょう。ホイールをなんとかするぜということでちょっと見えてるんですけれど、隠すにわしゃっつということで、もうこれタイヤが入んねんだったらこっちをね削ればいいんじゃないかという感じなんですけれど、そうすると結構めんどくさいなと、めんどくさがり屋の鍋さんがねそんなことをするわけがないということで、もっとめんどくさいことしようと思って、まずこのホイールですね、このホイールをもうむちゃくちゃ、もういいよ、切ったらいいじゃん、もうコロコロ転がして遊ばねえし、ブーンとか言って言ってって思っちゃってさ、だったらもう切ったろうとか思って、収まってればね、模型ですから、あのミニカーじゃない、ミニカーも模型か、あのこうやってね、イエイイエイつって言って言ってさ、やらないんでって考えたら、じゃあ切っちゃえばいいじゃんとか思って、ホイールを収まればいいんでしょうっていう、あぶね、手切る、本当に手切らないように、ここでこうね当たるようにすればね、指切らないからさ、こうやっててよいしょって言ってやってもさ、ただこうやってやってここでは確かに切れんかもしれない、こっちブチっていっちゃうかもしれないからね、本当にこういうね、あの荒技をやるときにはちょっと本当に気をつけてねやらないと、すーげー楽しいことになっちゃうからさ、あの気をつけないとねいけませんね、あんまりこういった危ないやり方は真似しないようにしましょう。カッターナイフの扱いなら任せるやみたいな、ちょっと中二病チックな話ならやめておきましょう。いやいや危ねえ、もうゴミがそこら中に飛んでいく、だからもうこれで干渉する、だいたい3/5ぐらいまで取っちゃってもいいかなって感じ、このホイールのね、まあ多分 OK、 1個やってみた、ね、こうやってもう切っちゃってさ、ここ見えなくなるからホイール入っちゃうんで、でここにこうやって入れてみてね、でこうやって入れた時にここが当たれば OK なんだよね、だからもうちょっとこれ今取らないといけないなっていうのが分かる、どの辺を取らないといけないかなっていうのもね徐々に分かってくると思うんで、どこが干渉してるかな、こうやってやった時に、あ下はもう当たってないけどこのまだ壁が当たってるなっていうのがね分かってくるんで、ここをまたちょっとこう削ってあげる、なんだから半分ぐらい切ってんじゃんかっつってね、すいません半分ぐらい切ってました、ちょっとずつちょっとずつ削ってね、あんまり切りすぎないようにね、今度ああこれで OK、 あこっちやね、ああこれでいいね、当たってる、 OKOKOK よし、では取り付けていきましょう、よしちょっとお掃除します、ちょっとうるさかったらすみませんね。素晴らしい。マジでいいや、この掃除機。超お気に入り。よし、ではタイヤをはめていきましょうね。いやー、なんとかなってよかった。一時はどうなるかことかと思ったぜ。よし。このねポリキャップ自体もね、あの付属されているのでね使いましょう。いいよこれ、いいよっこいしょと入った。で今度これね、前回のね時になんで手の甲に手のひらでいいじゃないか、これね真鍮のピンの3ミリのやつを入れる、前回ねやらかしたやつ、これあんまり長いと今度ねよろしくないんで入らない、これピンセットの大きいやつでやるか、あった、ちょっと切り口が雑いからニッパーで切ったからさ、ちゃんとでも、ああ飛んでったらなくなってる、ちょっと大変だ、ニッパーで切ったからちょっと切り口が荒いんだよね、面取ればよかったんだけど、面取るか、ちょっとこの状態からでも、ヤスリ
ここはね、金属ヤスリをできれば使った方がいいんだけど、金属ヤスリがあまりいいのがないな。要はここのどうしてもね、挟み込むように切るからさ、入り口がどうしてもちょっとこう角が立っちゃうんでね、反対側は取らなくてもいいにしても差し込むだけだから、こっちはちょっと圧入チックな感じになるからね。ちょっとこう面を取ってみて、ちょっとカメラ遠いよね、すいません、この辺にしておきますか。あんまり近いと今度外れちゃうし、映ってるわ、まあ映ってるけどって感じだな。あんまり細かい作業は撮影が厳しいな。よし、こうね、案内を少しつけてあげる。案内って言ったって、これ多分案内とかってさ、専門用語だよね。言ってみれば普通に生活しとったら案内なんて言葉使わないからね。あの製造業やってる人は多分案内って言えばわかると思うんだよね。ちょっとこれちゃんと案内つけとけよみたいな感じでさ、案内つったり印籠つったりね、製造業やってる人ならまあわかると思うけど、製造業、製造業って言っても結局金属、うん、まあでもそうでもないか、まあまあめんどくさい出たこの鍋さんの超めんどくさがりやなトーク、わかるよね。あーしまった、でもなんか引いとけよかった。金属、金属粉が出ちゃった。金属粉ってダメなんだよ、あのあんまりね作業台でやりたくないんだよね。なぜかっていうとさ、車のボディとかこういうねプラモデルを傷つけるからさ、あんまり本当はあの新聞とか引いてやった方がいいんだよ。プラスチックの粉とかだったらまだ柔軟性があって柔らかくていいんだけど、ね、金属粉は本当ちょっとよろしくないんだ。あとでしっかりはたいとこ、指にもね指紋に入ってったりするからさ、本当気をつけないとね、ボディーにあのすごい細かな傷をつけたりするからね。本当はティッシュじゃ弱いかもしれないけど、新聞とか引いてやった方がいいと思います。ちょっとうるさいです。なんかあまりよろしくないな。あとでパタパタ叩いとこう。まあ足指につくのも嫌だな本当は。まあまだ研ぎ出し前だからいいんだけどね。ではめてみましょう。どんな感じかな、ちゃんと奥まで入るかな。ギュッと、あ入った、完璧完璧。こっち側も、おお缶のペキですね。こっち側も、おお完璧。いいねこのキャンキャン。あタイヤの向きは違う、こっちじゃない、これこっち。あ落ちた。このキャンキャン具合がねたまんないね。これできた、鬼キャン。うわーちょっとやりすぎたかな、まあいいか、いいでしょね。好きな人は好きだよね好きな人は好きだよねって。よし、ということで接着していきますか。ああ変な風に抜けちゃった。あちゃ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 、いや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 、おい、よしよし。でここはまたいつもの姫様にお願いをしよう。姫、姫あった、姫、姫のお出ましでございます。姫ね、デコプリンセス。爪楊枝でこの穴の中にちょんとこう入れておいてですね、
れておいて、こっちにも入れておいて、前のね部分は長いから、前輪はもうちょっと長い真鍮線棒の棒でもよかったような気がする。いや、ナメさんつってもさ、真鍮の棒ってどこで売ってんのよつって言って、まあ確かにそうなんだよね、多分言われそうな気がするな。ホームセンターとか売ってんじゃない、どうなんだろう。ナメさんどこで買ったのか、ちょっとそいつは言われない、うん、ちょっと秘密です。よし、 OK で、向きを間違えないように、こう向きか、こっちがこうだから、こうタイヤのパターン的にこっち向きと、で差し込む、で干渉がないように奥まで入れてと、いい感じ、こっちも干渉がないように奥まで入れてと。あ、すいません、今カメラ映ってなかったかもしれない、申し訳ない、すいません、全然見てなかった。で、これもタイヤのパターンを間違えないように差し込んで、こいつも差し込む、そして完成で、これでちょっとね乾燥時間が必要となってくるので、あ、抜けちゃった。ちょっとね、やっぱりしっかり乾燥させてあげましょう。この状態でいいと思うから、このまま触らないようにしてはめたら完成ですね。よし、ということで一旦カメラを止めさせてもらって、まあ仮にでもそこそこしっかり固まったら、ちょっと再開しますんで、一旦ここで止めさせてもらいます。ちょっとその間に動画編集しようと。ひどいな、このタイキャンバー、すげえな、ひどいって言っちゃうな、すげえな。よし、 OK、 じゃあ一旦ちょっとカメラ止めさせてもらいます。さあ、それでは続きやっていきましょう。さあ、とりあえず一旦仮組みというか、どんな具合かっていうのを見ていきましょうかね。よし、やっていくぞ。もうこいつはもうねくっつけちゃっていいんで、接着していきますか。ショッキーペッタッと、もうデコプリンスもねちゃんと乾いてるはずなんで、うお、びっくりした、ラインが音切ってくの忘れとった。よし、 OK、よし、 OK、まあこれやっちゃうとまたちょっとの間休憩って感じで、ボディが多分まだこんだけベタベタ触ってはいるけれど、しっかり完全か乾燥はしてないはずなんでね、一旦お休みってとこかな。でこれをはめて具合を見てみようと。前はねまだラジエーターをねつけてないんでね、しっかりはまんないけど、こんな具合か。いいね、いいよ、まだねいじるけどね、こんな感じ。タイヤもまあいい具合かな、キャンバーが効いてるぜ、ほら、ケツもほら、ちょっとやりすぎどうかと思うけど、まあいいんじゃないの、もう遊び心があってね。まあまだねここからちょっと遊んでいくんでね、じわじわやっていくかな。よし、 OK です。あれなんだこれ、ああなんだ、よしよし、いいね、うん、かなり遊べるねこれ、まだまだ遊ぶぞ。よし、ということで今日はこの辺にしようか。ちょっと尺がだいぶ余っちゃったな、しょうがねえか、そんな日もありますわ。
ついでにやっておきたいところ、実はですね、まあ皆さんお気づきの方もねいらっしゃると思うんですけれど、これねこの状態だともつかないんですよ。本当はこれをつけてからフェンダー下のねパーツをつけていくんで、このままだとつけないでね、これもちょっとねこう小細工もちろんしていくんで、その動画を撮ってしまうとちょっと尺がほんと足りなくなっちゃうかな。よし、これはこれでちょっと保管しておこうか。しっかりくっつけないといけないんで、このまま放置。よいしょ、こいつねこうつかないんだ。だからちょいと裏技を使います。でラジエーターもつけないといけないので、まあいいか、まあ端子をまたでちゃんとちょっと落ち着いて、やっぱり急いでやってもろくなことないと思うんで、ということで今日はこの辺にさせてもらって、次研ぎ出しする前にこいつをねちゃんとつくようにしたいので、そこの動画をしっかりアップしていこうかなと思います。ということで一旦ここで止めさせてもらいます。